はいどうも、トースクチュードルのつくもです。ということで、リライトハーベストフェスタアカネルートパート3ですね、それからやっていきたいと思います。新聞部室で俺は新聞部の井上と面会していた。来るかなって思ってたわ、天王寺くん。そりゃ来るだろう、こんなことされたんだから。おかげさまで、低迷していたカザスポが久しぶりに完売したみたい。あなたたちには感謝しなくちゃ。こういうことを平気で口にするやつだ、井上は。新聞部員井上、まだ2年生なのに3年生を差し置いて部内の実質的なリーダーだと聞く。情報通でゴシップ好きで、行動力があって強引で、グレーゾーンでボーダーレスでイーリガルなパワフルなやつだ。感謝しなくてもいいよ。感謝はいらないが謝罪が欲しいとか。ニヤニヤしていた。俺はかぶりを振る。いや、スクープの件はいいよ、好きにしてくれ。おや、今日来たのは別件だ。別件？そっちは心霊系のネタとかさ、あまり記事にはしてないだろ。あまりというか全くしてないかな。新聞がオカルト話を取り上げたら世も末だもの。じゃあその手のネタはゲットしてもデッドストックだな。ははーん、そうか。今回のスクープの慰謝料としてネタを差し出せって話ね。慰謝料じゃないさ、払うものは払う。ブロンズチケットを井上の前に置く。は、噂の鹿島チケット？ご明察。へえ、これがそうなんだ。ブロンズチケットね、これ。よく調べてんな。でもこれは報酬としては無効よ。え、なんで？他人が使えるものじゃないわ。本人かよほど近しいものでないと。会長は俺に使っていいって言ってたけど。それってとても珍しいことだと思うな。鹿島茜が秘蔵のチケットを他人に託すのって初めて。なるほど、よっぽど信頼されてるのね、天王寺くんって。井上はメモ帳を取り出す。ペン先を舐めて書き込む。進展ありと。ねえよ。本人はそのような事実はないと強く主張した。事実なんだけど認めてないみたいな書き方寄せよ。つうか進展するものならしてほしいわ。あら、正直つまらないんだから。俺はつまるんだよ。そんな話よりどうだよこの取引は。そうね、あと一つ推しがあれば飲める条件かな。あと一つな。井上が何を要求してくるか俺には分かった。また俺の秘密を知りたいとか言う気だな。ああ、この世界線でも探してるんですね、秘密を。小太郎の正解。さすが心の宿敵、話が早い。心の友ならぬ心の宿敵。井上は俺をなぜかライバル視していて、よくこの表現を使う。前から聞きたかったんだけど、なんで俺をライバルだと思うんだ？秘密を隠し持っているから。前に言ってた裏口入学とか、そういう話か？言ってましたね。それだけじゃないと思うんだけどね。まあ今思うと井上って、そう思うとめちゃくちゃ感鋭いですよね。お前の中では俺はどんな過去を背負ってることになってんだよ。なんだろう、なんかエージェント？なんの？秘密組織とか。俺は実は高校生 FBI 捜査官で風祭り学院に潜入中とか、そういうことか。実際あったことですごいっす、そんな感じよ。合ってるっていう。その発想ほとんどオカルト。ズバリ FBI だとは思わないわよ。でも何かあるわけでしょ？いや、ないと思うぞ。あるでしょ、大きなおもちゃ隠してるでしょ。なんだったらカツ丼取ろうか。自腹なんだろ、いらねえ。大きなおもちゃってのはあのことか。お、ついに話してくれる。近所のおっちゃんがまだ小学生の俺にエロ本をくれて、内容にショックを受けた俺はその晩たまらない気持ちになって、生まれて初めて。なぜネイティブな発音で止めた？聞くに耐えないからよ。うちはピンク生地は扱わないの。そんなんじゃないでしょ、もっとあるでしょ。確かにある。あるんですね。ある時河原を歩いていると、草むらに落ちていた一冊のエロ本が
誘うような目で俺を。全部そういう話ですね。やめて、ピンクの思い出以外他に思いつかないんだよ。しぶと言ったらもう。どうしてそこまで俺を疑う。気になる生徒は一通り調べることにしてるの。けど君だけ過去に空白が残ったままなのよね。結構本気で調べを入れたのよ。なのにわからない、履歴を改ざんしてるとしか思えないじゃない。私からここまで秘密を隠し通せるなんてただものじゃない。そんな理由で敵視してたのか。その秘密を吐いてくれたらネタなんていくらでも提供してあげるのに。ないものは吐けないって。どうやらこの取引はなかったことにするしかないみたいだな。出したチケットをポケットに戻した。ほんとガード固いね君。はあ、仕方ない。いいわ、オカルト系のネタ提供してあげる。本当か？どんなネタだ？いくつかあるからまとめて進呈してあげる。ってなんか軽そうなネタばっかりっぽいな。いいえ、一つ気になるのがあったかな。気になる？今思いますけど、よく井上って一人一人の過去を調べてますよね。さながらネタの福袋っす。井上から提供されたメディアには怪しいネタが満載だった。俺の背後から興味を抱いた会長が身を乗り出してくる。どう？めぼしいのはあって？大半はさすがにガセっぽいのばっかで。これは UFO 目撃か。こういうのは足取りを追えないから。こっちは目撃地が北海道っすよ。そんな風に一つ一つチェックしていった。あ、このネタ、あの井上も気にしてましたわ。 PDF のドキュメントを開く。風祭り大密林に謎の大空洞を発見。新聞部のフォーマットなのか、すでにざっくりとした記事形式になっている。画像はふんだん、レイアウトも置けられており、読みやすい。けど俺と会長の目が吸い寄せられたのは読みやすさからではない。一枚の画像ファイルだ。この画像って衛星写真？バーチャルアースね。バーチャルアース、地球を回る衛星を利用したフリーの地球儀ビュアー。マニアの間ではこれで未発見の遺跡や地形を発見する遊びが活発だ。なんだろう、黒く塗りつぶしたような。検閲されているってことかな。いいえ、検閲はモザイクになるはずよ。これは実際にこういう風に見える地形なのよ。添付されていた衛星写真は風祭り市を囲む森を撮影したものだ。能力の森にぽっかりと黒い丸が浮いている。画像データに貼り付けたような唐突な黒煙だ。新聞部員が発見した謎の地形だそうです。空洞の可能性があるか。待って、実際に確認してみるわ。会長は俺の隣に座ってノーパスを立ち上げた。当然のようにインストール済みのバーチャルアースを起動。座標データから同じ箇所を検索した。本当、ぽっかりと穴が開いているのね。本当に穴なんですかこれ。拡大してみましょうか。これだけ解像度の高い写真ならもしかして。会長がタッチパッドを操作すると穴がぐんと拡大された。あーすげえ、マジで穴だ。黒煙は拡大されると内側の岩肌をうっすらと浮かび上がらす。実在するみたいね。え、ここってどこ？森の奥？かなり町に近いわよね、これ。この辺りだったら私も行ったことあるかも。こっちの細い線みたいのヒグマ洞じゃないですか？やっぱりそうよね。でも私はこんな洞窟は知らないわよ。俺も知らない。でもこんな洞窟があれば地元のガキたちの間で話題になってるはずだ。最近になってできた穴だとか。この写真っていつくらいのですか？結構古いわね。データは7年前。あ、7年前だったら。やけに解像度が高いと思ったら調査用の航空写真を流用してたのね。航空写真なら低高度からの撮影だ。地理調査用の高性能カメラで撮影したものらしく、拡大すると木々の一本まで見分けがつく。新聞部の見解は？
ただの穴じゃないかって。人が優に降りていける穴だわ。その先は地底だ。もっと拡大してみるわね。穴が巨大化していく。さすがに画像が荒くなり始めた。待った、会長、今ちらっと映ったのって何ですか？ん？どれ？一瞬穴の内側に白っぽいのが。どこ？見えないわよ。拡大すぎです。もうちょっと縮小して。で、この辺り？あー、逆です。逆、右の方調合して。拡大してるとつついただけで何十メートルもずれてしまって。あー、そこそこ、これっす、これっす。画面を小指の先で示す。白い線？穴の奥に向かって消えているような気がしません？なんとも言えないわね。データ破損のような気も。でも目を薄めてみるとなんとなく見えるんです。何に？骨組みのような。うん、薄めでモニターを眺める会長。言われれば見えなくもないけれど。はしごじゃないな。なんだろう、とにかく人の手が加わったものっぽいんですけど。新聞部の見解は？そこまで調べてないですね。あそこ歴史ミステリー系にはほとんど無関心だし。この森に遺跡があるなんて話、郷土史にもないわよ。でも、もしあったら大発見ですよね。巨万の富になりますか？よっぽどうまくやればお金を生み出す仕組みを作れるかもしれない。どうやって？そうね、例えば地元大学の文化学科あたりに売りつけるとか。売りつけられます？ただ遺跡があるかもと持ちかけるだけでは弱いわね。お金にもならないし、発見は我々でする。で、有望そうなら最初に見つけましたって権利を相手に売却する。俺たちは第一発見者として名乗り出ない。そうね、別に大学でなくとも個人の研究家でもいいかもしれない。小金持ちの道楽者の方が財布の紐も緩いはずよ。あと普通に俺たちが第一発見者でもよくないっすか？名誉のパラメータがアップしますよ。秘密結社が有名になってどうするのよ。ああ、そういう設定でしたね。新聞部にすっぱ抜かれたばかりなのだが。いずれにしても調べてみないと。会長は留守番しててください。いいえ、これはインドア階級の私もさすがに無視できないネタだわ。インド貴族階級であるかのように。でももし洞窟だとして、どうして今まで発見されなかったんだろう。多分陸路では行きにくい箇所なのよ。等高線を出してみるとこんな感じね。ああ、険しいなこりゃ。穴のある一帯は大きく盛り上がって、小山のように突き出ているのだ。こんなところ誰もよじ登ろうとは思う。ってことはマジで未踏砂エリアの可能性が高いんだな。天の字、これはもしかすると。もしかするかもしれないですね。もしかしますね。まあでもどうせまあね、まあ結局なんかしょうもないあれだとは思いますが。はい、剣道部が稽古していた。その風景を俺はぼんやりと眺めている。部活、運動部、そういうものに俺は未練がある。昔から飛んだり跳ねたりすることは好きだった。熱血するのも嫌いじゃない。だけどいろいろあって運動部には入らず、今は文化系男子。でも熱心に稽古している連中を見ると今でも少しだけ羨ましいと思う。この世界ではどういう理由でやってないですかね。いつの間にか稽古が終わっていたらしい。顔を上げると中津しずるが立っていた。お、稽古は終わりか？うん、すでに帰り支度も終えているようだった。あれ、しずる、じゃあ剣道部なんですか？中津しずるは1年後輩の女の子だ。剣道部所属。剣道部に所属するんですね、ガーディアンとかがなければ。しかしこいつにはもう一つ裏の顔がある。要件わかるか？しずるは重々しくうなずく。無論だ、みっちゃん。ミッションな。似てるようでだいぶ違うな。脳が無意識に可愛い方を選択してしまう。ならクエスト。チェスト。空手とかの掛け声だなそれは。あ、チェストだね。残念ながらあまり可愛くならない。ドメストとかどうよ。可愛くはならないが綺麗にはなるぞ。もう
しずるの心には響かなかったようだ。とにかく任務だ。力を貸してくれ。重要な任務？そうだ。歴史的に価値があるかもしれないくらい重要。わかった。責務を全うする。しずるはオカルト研究会の幽霊部員ならぬ幽霊会員なんだ。他のみんなは？抜かりない。すでにコールサインを発してある。なるほど。幽霊部員、幽霊会員としてみんながいるってことですね。ルチアの絵なんですかね。いや、小太郎の絵か。小太郎の絵ですかね。あれがコールサインなんですね、それぞれの。なるほど。呼び出し方が回りくどい。普通に携帯メールでいいじゃないですか。ああ、確かに不調を使う必要はないな。むしろ変。散々な言われようだ。寄ってたかって皆から責められた。いらないところに凝りすぎなのよ、お前は。秘密結社なんだからこのくらいしたっていいでしょ。まあめちゃくちゃ気持ちはわかるっていうね。小鳥たちはオカルト研究会の幽霊会員たち。普段はそれぞれ別の道を歩んでいるが、たまにこうして集まって遊び、もとい世界の深淵に挑んでいる。会長、今日の任務は？森に遺跡と思われる大穴が発見されたの。歴史的価値があるかもしれない。放置することはできないわ。あれ、部費の件は？黙らっしゃい。会長に口を塞がれた。ひそひそ話。隠しておく気で。余計なことは言わないでもいいのよ。ああ、悪い人だな。いけないんだ。いいのよ。大衆は真実が知りたいわけではない。大衆は支配されたがっているの。本気で言ってる。本気で。だから情報はコントロールすべきでしょ。まあ確かに。こいつらに金のこと話したら協力してくれないかも。そういうこと。分かった。話し合わせるのよ。はい。何をこそこそと話してる。悪い。俺から話すよ。これを見てくれ。発端となった画像を皆にも見せる。ということで、今回はこの旧林道沿いの遺跡を探索しようと思う。ちょっと面白そう。割と近いね、ここ。よく今まで見つからなかったものだな。特別に今回も付き合ってあげます。歴史ロマンはみんなの気持ちも動かしたらしく、ごねる者もいなかった。日時は次の日曜日朝から行動開始だ。各自装備や非常食を整えておいてくれ。もし非常食に迷ったなら、そこの箱に賞味期限切れ寸前のケロリーメイトがあるから持っていくといい。私のケロリーメイトだわ。でも賞味期限切れを目前にして余りまくってます。もともと賞味期限が近いものを特価で箱買いしたのよ。別に期限切れになったからといって食べて死ぬわけじゃないもの。基本じゃない、基本。そういうの無駄金って言います。まあいいわよ、持って行ってくれても。最近飽きてきちゃったし。そういうところで特化品買うのに、なんか欲しいものにはもうめちゃくちゃ金使うんですね、あかねさんはね。お菓子好きの女子高生たちは一斉に箱に群がった。いっぱいある。会長さん、こういうの好きだな。カエルのマーク。一箱で200キロカロリー。意外と低いですね。いただきますです。もぐもぐ。これ美味しすぎます。千早があっという間に一箱完食した。初めて食うとそう感じるよな。特にそのチョコ味は。チーズ味もまたうまいんだ。そうなんです。じゃあもう一箱だけ。それでも400キロカロリーですから、ダイエット的にも大丈夫ですね。400は結構大きいような。結構ですね。夕食をちょっとヘルシーにすればへっちゃらですよ。千早はチーズ味を開封。美味しそうに食べ始めた。よく見ると表示がキロカロリーじゃない、ケロカロリーだ。ケロカロリーとはなんじゃら。1ケロカロリーは4キロカロリーよ。いや、ややこしい書き方。じゃあ200ケロカロリーってことは800キロカロリー。やばいじゃないですか。
千早が喉を詰まらせた。ちゃんと裏面にそう書いてあるわ。2箱で1600キロカロリー。たったこれだけでそんなに。もちよ、緊急時用の高カロリー食なのよ。それカロリーの高いものって美味しいよね。女子たちは遠い目をした。大鳥さん、1600は下手すれば1日分のカロリーだぞ。ああ、夕飯抜かなきゃ。いざって時にはそれだけ頼りになるってことだな。俺もいくつか持ってこ。じゃあ日曜日だね。時間はいつも通り？そうね、日帰りしたいから朝8時に集合していきましょう。森を歩きまくって5000キロカロリーくらい消費してやります。多分結構な運動にはなるぞ。女子たちの目がキラリと光ったのを俺は見逃さなかった。全員やる気度出して、いい兆候。武器と防具は忘れんな。はい、ということで、当日なんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。